フランソワ・アラゴ、フランソワ・ジャン・ドミニク・アラゴ、フランス語、フランソワ・ジーン・ドミニク・アラゴ、カタリューニャ語、フランチェスック・ジョーン・ドームネク・アレゴ、1786年2月26日、1853年10月2日、は、フランスの数社、物理学者、天文学者で、政治家である。物理学では、工学や、創世期の電磁気学に大きく寄与し、また政治家としても、 業績を残したピレネオリアンタルケンペルピニャン近くの小村に4人兄弟の長男として生まれた。父は造兵所の会計係だった。弟のジャンは北アメリカに渡りメキシコ軍の将軍になった。ジャックは探検家、ルイド・フレシュネの探検公会に参加し、帰国後はジャーナリスト兼劇作家となった。末っ子のエティエンヌ・ヌヴァンさんは、 作家として、オノレド・バルザックと合作したこともあり、その後も合作の形で数多くの作品を書いた。軍人になると決め、エコール・ポリテクニークに入学するために、ペルピニャンの学校で数学を勉強し始めた。2年半で全ての科目をマスターし、トゥールーズで行われた入学試験では、ジョゼフ・ルイ・ラ・グランジュについての知識で試験官を驚かせた。 1803年末にパリのエコールポリテクニークに入学したが、そこでは納得できるだけの知識も学問も身につけられないと知った。大砲を扱うことが希望だったが、1804年、シメオンドにポワソンの助言と推薦に従い、パリ天文台での助手の仕事に就いた。そこで、ピエール・シモンダ・ラプラスと知り合い、その影響もあって、ジャンバティスト・ビオと共に、四五千個町の測量を、 これに基づいて、メートルの正確な長さを規定する目的があり、ジャンバティスト・ジョゼフ・ドランブルによって始められたが、ピエール・メシャンの死で中断していたを完成する任務を与えられた。アラゴとビオは1806年にパリを立ち、スペインの山岳地帯で作業を開始した。ビオは測量範囲の最南端であるホルメンテラ等の移動を特定した時点でパリに帰ったが、アラゴは作業を続行した。 リオが戻った後、フランス軍がスペインに侵入して、政治的混乱が生じ、バレアレス諸島にまで、その影響が出てきた。アラゴの活動は、地元民から疑われ、ある山の頂上で火を焚いたのが、フランス軍と連絡を取ろうとした、スパイ活動だとされ、1808年6月に、マヨルカ島で捕らえられた。7月28日、釣り船を奪って島を脱出し、8月3日に、 アルジェに漂着。そこで、マルセイユ行きの船を見つけ、同行させてもらえることになった。しかし8月16日、マルセイユに船が近づいた頃に、スペイン人海賊に襲撃された。他の船員と共に、ロザスに連れて行かれ監禁されていたが、フランス軍がロザスに到達したことで、解放さ、囚われていた人々は、パラモスに送られた。3ヶ月の懲役の後、アラゴたちは、 アルジェ大使の要請で解放されて、アルジェに戻り、11月28日に再び、マルセイユに船で向かうことになった。しかし、船は北風に押し返され、ベジャイアに漂着。そこで船を修理して、アルジェに戻るのにさらに3ヶ月を要すると思われた。そこで、アラゴはムスリム聖職者の案内で陸路を取り、クリスマスにアルジェに戻った。アルジェで6ヶ月を過ごし、 1809年6月21日、再びマルセイユ行きの船に乗った。マルセイユに無事到着したものの、検疫のためしばらく隔離された。ここで受け取った最初の手紙はアレクサンダー・フォン・フンボルトからのものであり、その後彼らの交流は終生続いた。アラゴは調査記録の保管に成功していた。パリに戻った、彼が最初にしたことはそれらを経度局に提出する。 ことだった。その結果1809年に23歳の若さで科学アカデミー会員に選ばれ、またイコールポリテクニークの解析機科学教授、ガスパール・モンジュの後任に選ばれた。同時に、ミカドリツ天文台の天文学者としても指名された。彼は、同天問題に死ぬまで済むことになり、 1812年から1845年まで、一般大衆向けの天文学講座をそこで行い、成功を収めた。1816年には、ジョセフ・リンギー・イコール・ルサックと共にアナールデ・セイミーで、ファジーク、科学物理学年報を創刊し、また1818 18年と1819年には、ビオと共にフランス及びイギリの沿岸で測量を、行った。彼らは、 スコットランドのリース及び、セトランド諸島で秒振り子の長さを測定し、スペインでの測定結果とともに1821年に発表した。その直後、アラゴは、経営度局の職員に選ばれ、天文学や気象学さらには土木工学の重要な科学的知見とともに、アカデミー会員の改装録などを21年間に、わたって年報に寄稿し続けた。 アラゴの初期の物理学的研究としては、1818 18年から1822年にかけての蒸気の温度と圧力の関係、および音の速度についてのものがある。続いて磁気の研究を行い、1820年には電流による鉄の磁化を、1824年には回転磁気、地震の下で銅の円盤を回転させるとその動きが地震に伝わる現象を発見し、 後の電磁誘導発見への道を開いた。1811年頃から光学の研究を行い、特にフレネルと共に行った変更の研究でアラゴスポットと呼ばれるようになった現象を観測し、1816年に光はエーテルの振動による波動であってその動方向は進行方向に対して垂直であるとの結論に達した。その後の器の発明や、 回転変更の発見は、アラゴの業績である。アラゴは1812年に、世界初の変更フィルターを発明した。アラゴは、工学や時期に関する実験や発見で名声を獲得し、1825年には、ロンドン王立協会からコプリメダルを受賞した。アラゴはまた、長い間予想されていたオーロラと時期の関係を、称した。18 18年に、 ロンドン王立協会の外国人会員に、1828年に、スウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に、選ばれた。1850年には、ロンドン王立協会のランフォードメダルを受賞した。工学においては自身で重要な発見をしただけでなく、オーギュスタン・ジャン・フレネルへの影響が重要であり、同時に、エティエン・ヌ・ルイ・マリスや、トマス・ヤングにも影響を与え、 19世紀初め、この3人の学者は光の波動論を提唱していた。フレネルの主張はラプラスやボアソンや美容にも多少は認められたが、熱心に支持したのはフンボルトとアラゴーである。アラゴーはアカデミーに光の波動論を支持するレポートを提出し、そこからフレネルとの進行が始まり、戦術の変更に関する実験へと繋がった。そこからアラゴーは 変更器を生み出し、それを使っていくつかの興味深い実験を行った。また、石英の回転変更力を発見したのもアラゴである。アラゴは、光の波動説を指示する中で、空気、水、ガラスなど様々な媒質中の光の速度を測定することを提案した。光が粒子なら媒質の密度が高いほど光は加速され、 光が波動なら逆に遅くなるはずである。1838年にアラゴがアカデミーに提案した実験装置はチャールズ・ホイートストンが1835年に放電の速度を測定するのに用いた鏡を使うものだがその鏡を運ぶには最新の注意が必要だった。1848年革命でプロジェクトは一時中断し、 実験ができるようになったのは1850年春のことである。その頃彼はかなり視力が衰えていたため、アルマンフィゾーとレオン風光によって実験が行われた。政治的には一貫して、共和主義を支持していたアラゴは1830年にピレネーオリアンタル県から会議員に選ばれ、雄弁さと科学知識を背景として、教育、発明者への報奨。 科学技術振興などに成果を残した。例えば写真を発明したジャック・ダ・ゲールに対する報酬、フェルマーやラプラスの著作の出版、鉄道及び電信の発展などは彼の主張によるものである。1830年にはまた、パリ天文台長にも任命され、議員としての立場を利用して予算を付けさせ、修復と危機購入に充てた。 同年ジョゼフ・フーリエの公認として科学アカデミーの終寝会長に選ばれた。アラゴはその仕事に打ち込み、それによって多くの友人ができ、自身の名声も高めることになった。会長としてアラゴは亡くなった会員の業績を称えることも仕事だと認識しおり、知識の幅広さや頭の回転の速さをそれに役立てた。1834年、アラゴは、 スコットランドを再度訪問し、エディンバラで開催された英国科学振興協会の会合に出席した。その後1848年まで彼は研究中心の比較的平穏な生活を送ったが2月革命に、際しては研究を離れて臨時政府に参加した1848年2月24日。彼は海軍、植民大臣、 1848年2月24日5月11日、並びに陸軍大臣、1848年4月5日5月11日、という重要ポス、かつて統一人が任命されたことはないに任命された。前者として彼は海軍の民主的な制度改革を行い、さらにフランス植民地での奴隷制の全敗を成し遂げた。1848年5月10日、 行政権力委員会、フランス共和国の最高機関の委員に選ばれ、さらに5月11日に、議長、臨時政府首相となり6月24日まで務めた。1851年にルイ・ナポレオン、ナポレオン三世が、クーデターで権力を握り、翌年5月初めに、政府全職員に対し忠誠の制約を求めると、アラゴはこれを拒否して天文台長の職を辞した。しかし、 ナポレオン三世は、フランスの栄光を象徴する学者を失うことを嘆き、例外を設けることにした。アラゴは、中世共和主義者だった。1851年のクーデター後から糖尿病となり、ブライト病や不死を併発。彼が職を辞したのは中世を誓う誓わないの、問題ではなく、天文学者として義務を果たせないからだった。ナポレオン三世は、アラゴの好きなようにさせ、 望むものはすべて与えるように指示した。1853年夏、医師に自然の空気に触れることを助言され、アラゴはピレネサンム東部に療養に出かけたりしたが、その会もなくパリで亡くなり、パリのペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。アラゴの著作は彼の死後、J. バラルによって1854年から1862年に出版されたものがあり、全十七巻ある。 英語に翻訳された著作としては以下のものがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。